はい、田中球児です。皆さん、大型アップデート来ました。今日来ないと思ったんだけどね。今夜中の11時に撮ってるんですけど、で、武器調整めっちゃ来てるんですけど、もう細けいことはおそらく概要欄に貼った動画にある通りの調整が来てると思うんで、そっちを見てほしいんですけど、やっぱね、アップデート後のフェネックね、これクソ強そうじゃね。見て、腕がね、5発キルになってるんですよ。で、第2段階でも胸に当たれば5発キルと。しかもね、6発キルはね、ほぼいけるぐらいのね、ダメージじゃん。これ結構強いと思うんだよな、フェネック今。ということで、アプレ後の覇者武器、フェネック使っていきます。でもね、残念ながらデュアルのダメージは変わってねえくせんだよな。変わったのは普通のフェネックだけっぽい。かわいそう、デュアル。で、カスタマイズはこんな感じにしました。割といいんじゃね？ということで、どうぞ。行くぞ、フェネックの地雷じゃ。フェネック。マジで歩きすんだよな。で、4発キル間違って当たったら、キルタイムマジバケモンだし、5発キルでも CBR4 超えだからね、普通に。で、当然のごとくレレレクソ早いんで、この武器。最速なんでね、機動力、移動速度いろいろ含めてね。5発で CBR4 よりかね、早いのはガチで魅力的。サイトうんこだけどね。うわー、そうだ、フェネックの見やすいサイトあるじゃん。それ使えばよかった。最近フェネック使ってねえのがバレるわ。相手が待たしてんの。もういいだろ。あ、本当にもういいだろって判断されてる。かわいそう。やべえ、すまねえ、お前らには一人いらない。待って、これかわいそうすぎる。え、待って、マジでやんのこれ、ふざけ。やば、相手やば。すいません、ボコらせていただきます。これ、あ、途中参加した。これ引けんか。相手絶望してそう。え、これ始まるんすかみたいな。まあ、任せてください。この究極体フェネック、いや、これ待ってるね、味方を。そ、いや、みんな B 行ってる。相手嘘でしょ。真面目すぎんか、真面目すぎんか。 OK、ナイス。うわ、相手すげえ、ちゃんと。うわ、えら、相手えら。でもね、これでいいんですよ。みんなで、結局のとこね、最初負けたとしてもこれで勝てるんで。これ調子乗って A 行ってんな。すごい、相手が最初人数少ないことを生かした戦術だ、これ。OK、任せてくれ。俺に勝たせる。いねえ、敵いねえんだが。強っ。まあ、もともと弱くはない。もともと弱くねえかな、正直。もともと弱くねえ、ぶっちゃけフェネックは。でも弱くねえ武器は強くなったら、それは強くなるよねっていう。OK? これがフェネックです。やべえ、マジで来るんじゃねえか、フェネック。来たか、ついに。先祖返り。フェネック最強時代、マジであるからな。フェネックデュアル最強時代もあった。フェネックデュアル最強時代はね、もう一生来なそうだけど、フェネックが来ると思ったわ。だから、もはやあれだよな、ここまで来くとデュアルよりか、普通のフェネックの方がキルタイム早いっていう逆転現象起きてるんだよな、ずっと昔から。おい、ちょっと待って、これ敵がマジでいねえ。敵いねえんだかよ。どこいんのこれ。あー、マジか、フェネック使ってきた、相手。あ、まくってんだ。はいよ、キルタイム。はいよ。やっぱ運営に愛されてる武器は違えな。OK? これ来る。バカだろ。これ、こんなクソサイトでも、すごいね、一瞬で解けるから関係ねえな。当て続けなくてもいいかんな。神ゲーかな。フェネック最強です。OK?フェネック最強です。いや、今の勝てたな。これ守っちゃってね、俺のことを守れと文句を言いたいところだが、この武器は強いから許してやろう。しかも相手一人いねえしな。いや、強っ、強いよフェネック。このフェネックと盾の OK。 いや、すごい、みんな待って、相手絶望してんだけど。相手絶望してる、見て、すごい狩られてる。ただの俺が神様だったか、これ。やべえ、すごいね、このアップデートの情報で俺ら勝ってるよ。俺情報で勝ってる。これボットじゃないからね、相手。普通に人間ですよ。これね、多分相手ボットじゃねえとか失礼な発言するやついるかもしれないですけど、普通に人間です。ただちょっと運が悪いね、彼らは。俺というフェネック最強であることを知ってる。みんなフェネック最強時代に対応できてねえな。まだ CBR4 使ってるやつおるか。これからはフェネックです。CBR4 はでもなんだかんだサイトがいいからね、CBR4 は。フェネオサイトうんちだからな、デフォルトの。OK?いや、今のエイム悪すぎる、俺が。うわ、出た。あいつに勝てる。でも、あいつに勝てると思うんだよね。正直、俺のエイムが悪かった、マジで。フェネックだといいね。素直に自分の非をまとめ認められる。他武器だと多分、武器のせいにしちゃうけどね。これ、別に拠点取らなくてもいいからな。正直、ここまで差ついてると。OK? おいおい、何お前。お前、フェネックから逃げるな。俺様のフェネック見せてやるよ。OK? いや、解けるねー。溶けるね、これ、本当に。はい、来る、来ねえか。これ、いるね、C。C、勝ってやりますか。C、勝ってやりますか。本当に。勝ってやりますか、ガチで彼。
楽しすぎる。これ待って、やばい、 BBBB オッケー、ナイス、ビートルズ、やばい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 、楽しんで、やばい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 、相手がまともすぎる、相手がまともすぎる、オッケー、これ取るぞ、 ビートルズ、オッケー、相手がまともすぎた。これ A 行くか、ボコボコしたるわ、震えるフェネックに。このフェネックでガン待ちしたらどうなると思う、みんな。フェネックでガン待ちしたらそれは勝てるよね。楽しすぎてソーロ、楽しすぎてソーロ。これあれだろうな、江戸時代に来たあのペリーの気持ちこんな感じだろうな。この知識を知らぬやつたちにフェネックの差で勝ってる、すまねえ。お、全局戦、待って、これこんなボコボコのドミネーションある、これフェネックのおかげだろ、冗談抜きで。フェネック強すぎてソーロ、オッケー、どこ、アドバンス UAV、 これマジでアドバンス UAV なんか出んの初めて見たわ。田中球児がデフォルトで、オッケー、ナイス、強すぎるフェネックが、オッケー、フェネックが強すぎる、フェネック使ってないやつおる。いや、このサイトでこれだからね、これ多分ミシックだっけ、見やすいフェネック持ってるやつマジでやべえな、これフェネックだわ。フェネックとか結構みんな見やすいスキン持ってるからな、意外と。これ古参有利だな、これ、オッケー、古参、これから古参の時代になるかもしれない。CBR4 にもう弾がないから変えて、敵はどこにおるかな、俺のフェネックが火を吹くぜ。もう CBR4 になっちゃったけど。いや、CB、どうなんだよ。これ環境マジで変わるぜ。普通に、フェネックのこの効果力がえぐい気するけどね。意外と、OK。いや、今フェネックだったらもう死んでたもんな、正直。OK。やばいわ、なんだその変な刀。初めて見たわ。新オペレータースキルかな、あれ。シャドウブレードだっけ、あれ多分新オペレータースキルのシャドウブレードっすね。見たことないです。これ B 取られてもまあ最悪いいか。なんかそんな無理強いしたくねえな、正直。いや、強ー、すげえ、ショックあるし。OK? 強すぎるな、これ。強すぎるな、これ。とんでショック、ショックあるし、置いてやれない。ぶち殺せんのやばすぎだろ。これが最大火力出せるようになったフェネックちゃんの実力ですか、すげえなあマジで。腕のダメージとか変えるだけでこうなっちゃうのか、フェネックちゃん強、フェネックちゃん強、フェネックちゃん強すぎてソーローだな。フェネック使わないやつおる、フェネック使わないやつおるってぐらいですね。ということで今回フェネック使っていきましたが、まあ見やすいサイトじゃないのがまあネックだね、 CBR4 に比べれば現最強武器の。まあ、フェネックガチでありっすね、近距離クソ強え。このアセンテッドか、このアセンテッド持ってる人はマジでフェネックに乗り換えてもいい感じ、マジで強え。あ、そうだ、前回の武器調整動画の訂正なんですけど、マクテン弱体化されるかもみたいなこと言ってたじゃん。あれね、バトロワではダメージ下がるんですけど、マルチではダメージ下がんないので弱体化来てないっすね、訂正します。マルチでは純粋に射程距離が伸びただけなんで、マクテン普通に強化っすね。まあ、とは言っても第1段階が5メートルから7メートルに、第2段階が13メートルから14メートルなんで、まあ、お互い2メートル1メートルぐらいしかね伸びてないんで、まあ、めっちゃ変わるかって言われたらどうかもしんないですけど、まあ、強化っちゃ強化なんでね、はい、弱体化はマルチだと来ませんでした。まあ、それ以外だと概ね多分前回の動画通り来てると思うんで、まあ、来てなかったら逆に教えてください。ということで今回はこんな感じで終わります。お疲れ様でした。おつ。他のね、環境が変わる要素はね、やっぱ新パークだな。赤の新パークのピンポイント次第ってところは正直ある。ピンポイント強かったらやべえ。